皆さんこんにちは、牧田あずきです。今回は5月25日放送で発表されたシンフィールドとシーエネミーの情報のおさらいです。まずはシンフィールド。西エア領クローズドベータテストでは未公開だったフィールドです。海がメインのフィールドですね。とても綺麗です。開始時のエアリオタウンの近辺ということでしょう。こちらは探索セクションということです。同じく探索セクションのハルフィル湖。こちらはセントラルシティの北東に位置する場所のようです。綺麗な湖が滝ですね。なんと通常時には敵が現れないフィールドのようです。スクショがすごくはかどりますね。そしてバンフォード研究所跡、こちらはなんとも人工物満載ですね。ストーリーに関わってくる場所だと思われます。ルーサーやフォトナーは出てくるとは思えないですが、どうでしょう。新しい敵であってほしいかなと思ってます。このフィールドは戦闘セクションということです。そしてドロームと呼ばれる自立砲台は一定以上の攻撃を与えると正常化してプレイヤーを一定時間サポートしてくれるそうです。これは PSO2 の遺跡を思い出しますね。ここではこのドロームをうまく使うことが攻略する上でのポイントとなるようです。ちなみにクローズドベータテストでもこの場所はマグナスさんから見えていたらしいですよ。続いて同じく戦闘セクションのフェズルの森。多数の凶悪なエネミーが出るフィールドで侵入には高い戦闘力が求められるセクションということです。他のセクションと比べても昼と夜との印象が大きく変わると言われるほど凶悪になるようです。空ではあまり近づきたくないフィールドですね。なんとなく幻惑の森を彷彿とさせます。攻略難易度はかなり高めということです。では次はシーエネミーです。ですがその前に敵の種別の情報です。ドールズは惑星ハルファでアークスと敵対する未知の生命体です。光線状態に入ったり一定のダメージを与えたりすると怒り状態となり、攻撃力の上昇や行動が変化したりします。コアが弱点となっていて狙って攻撃することで効率よくダメージを与えることができるようです。新エネミー、ノールズ・オルク。マンタがモチーフのエネミーです。空を泳ぐように飛びながら遠距離攻撃してくるタイプです。体力が減ると触手が伸び荒々しい近距離攻撃もしてくるみたいです。ドールズ・バラス。通常時は6本の腕を盾にしてお腹のコアを守っています。攻撃時はこの腕を飛ばしてさまざまな攻撃を仕掛けてきます。次はアルターズです。アルターズはデイナイトシフトと呼ばれる昼夜で姿形や強さが変化する現象を起こすエネミー群です。夜の方が強力なので強いと感じた際は昼に挑んだり戦闘を避けることも必要です。アルターズ・ビグフロッカ。ぴょんぴょん飛びながら行ってくる攻撃が強力なエネミーです。こちらは PSO2 のブルメガイアを連想させる姿ですね。アルターズ・エルディサイズ。両腕の釜の攻撃が特徴的なエネミーです。高い攻撃力の他に周囲のエネミーを強化する能力も持っています。こちらもまたドラゴン X を連想させますね。攻撃パターンもなんとなく似通っている気がします。さらにエネミーに関してですが、エンハンストと呼ばれる侵食核に似た機械みたいなものがついている場合はそれを壊さないと
ダメージが極端に入りづらいようです。5月25日発表分の新フィールドや新エネミーの情報は以上で終了です。強力な敵や楽しそうなフィールドなど盛りだくさんでワクワクしますね。それでは今回はこの辺で終了です。ご視聴ありがとうございました。